ニコニコハロー、ゆうでーす。あみでーす。はい、今日は、はい、ちょっと本題に入る前に、じゃあ、最近の出来事を話していこうかな。話していこうっていうか、まみちゃんの最近の出来事。はい、最近、うん、なんか、どっか行ったとか。どっか行ったとか。うん、ありますか。結構ね、なんていうの、アウトドア派だよね。アウトドアです。そう、まみちゃんね、アウトドアなの。そう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 ね。最近だとどこ行きました。最近だと温泉とか行きました。温泉、温泉入りました。いいな温泉。どこの温泉。温泉群馬県。群馬の、あ、群馬の中なんだっけ、どこだっけ、名前なんだっけ。草津じゃない。なんだっけ。草津じゃなくて、なんか、うん、千と千尋の神隠しのところ、うん、名前忘れちゃったんですけど、そっち側に行きました。すごい。綺麗だった。綺麗でした。あの赤い、なんていうの、赤い橋があるところで、はい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 、おー、そこに来ました。すごい、いいね。そう、そこが群馬なんだ。そこ群馬です。へー、そうなんです。すごい、いいね。いや、なんか行きたくなってきたな。最高でしたか。最高でした。部屋の中に露天風呂があるって感じ。露天はなかったんですよ。なんかお風呂がいっぱいあるみたいな、うん、建物の中に。はい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 。ほんと千と千尋みたいな感じだね。あ、まあそうですね。でもなんかお風呂自体はそんな普通の。あ、普通の、うん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 。へえ。行ってみたい。綺麗ですよ。そうなんだね。はい。ということでね。今日はちょっとまた別なんですが、本題に入ります。久しぶりに。TikTok、はい、ダンスをやっていきたいと思います。はい、はい、で、なんか最近の流行りで、あの鹿の子のこのここしたんたんっていう曲があるんですが、これ聞くとね、ほんと中毒性あるよね。やばいですね。はい、そちらを今日は、まみちゃんと一緒にすっぽんぽんでHH の方ではね、踊っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ、いいかな、早速。はい、ね、分かりました。はい、じゃあ、この続きはちょっとね YouTube で公開できないので、もし見たいなって人は下の概要欄に、U の X のリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるので、そこをチェックしてみてみてください。はい、それでは、踊っていきたいと思います。おバイバーイ。